どうやねんや。よっしゃー、オッケています。さあ、石にホームランを打たれた菅野がバッターボックスに入ります。石にホームランを打たれたというのね、たまたまね。寝てんじゃねえ。次戦なわけねえだ。どんまいが寝ればいいよ。じゃあね。バイバイ。さよなら。何が寝てんの。歯とかもいいですか、わかんねえし。いいから、来んなよ。やめるか、放送。なあ。マジで、面白くねえから。気分悪くなってきちゃったよ、お前の。あ？なら、おい。
そがや。やめろ。じゃあ黙ってやめてやるよ。おい。やめてやるよ。おい。お前が見れなくなれば、それでやめたことになるんだよ。おい。クソがえ。やめねえのかよじゃねえんだよ、この野郎。くんねえよ、こら。ぶち殺すぞ、この野郎。おい。誰だ、お前。ほっぱ野郎かよ。
ストレートの威力もそうですが、変化球のキレというのもまた去年から一段と増してレベルアップしているように見えます。さあ、追い込まれたこのフォーガが少しやはり高橋さんバット短く持っていますね。そうですね、ドライビング選手でね、珍しい、指1本分ぐらいだ、短く持って。スリーツーです。この後が福留、そして糸原、ランナーは溜めたくない素直です。この 18.44m、 スリーツーだろ。そして大和の対決、スリーボールツーストライク、フルカウントです。よし、いいよ、臭いとこはカットしていけ、うん、このエキサイトシートにはネットがありませんから、この最前列で観戦してるお客さんのファウルボールが来ると少しこう、あ、どうも、はいよ、ありがとう。この後ろに空き瓶が2本あるんで、そこに同じの置いてくれました。5000円からでお願いします。はい。本当に難しい開幕、そして難しいシーズンになるが、一つでも多く勝って、少しでも多くの方々に笑顔を届けたい、そう話しています。福留です。さあ、二塁一塁、チャンス広がりました。はい、ありがとう。ああ、いいよ。ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、ありがとう。ご苦労さん、ありがとうね。この糸原も粘り強いラッキング、一つ大きな持ち味です。そういうわからね、悪いけど、あ、はい、さよなら。レフト亀井、センター丸、ライトターラ、ターラはゴールドグラブ。
100人ぐらいぶち込んでやっからや、ブロックよ。おい、関係ねえんだよ、こっちはや。飲むよ。何人ぶち込もうがや。うん、その期間ですか。関係ねえだろ、おめえに。ツーアウトだからな。ツーワンか。ああ。ダメだった。残念。残念。新型コロナウイルス感染拡大を予防する取り組みとして、全国のドコモショップではご来店の際にご予約が必要です。なお、コールセンターも混み合っております。ウェブではほぼ全ての手続きが24時間可能ですので、ぜひご利用をお願いいたします。詳しくはホームページをご確認ください。突然ですが、神野さん、今日は暇だから、暇だっていうか、指示になってもお客さん来ないから、店閉めちゃうかな。あ、しゃあなしたな。では配信終了へ。店も終了ってことでね、皆さんお疲れ様でした。俺カウンター座ってテレビ見ながら、野球見ながら、やりますんで、やりますっていうか酒飲みますんで、もういいですよ、結構です。